店前にあるところでございます。これとしたら、その後ろは白菜きゅうりを甘酢漬け、牛トマトは湯むきして安土の酒の甘酢に、みょうがは白醤油と、山椒の甘酢ですね。で、そこはポケマンに蒸し鶏です。夕方蒸したて蒸し鶏、ネギ生姜のソースと、シーラのソースというのがで、レンゲのといいますのがピーカンナッツのコクがいいですね。甘いカリッとしたものです。で、プロバイダーですね。本土水という、醤油ベースの香料ですね。で、その横が牛のアキレス腱、こちらは、塩味ベースの香料になっております。で、ボタンエビはですね、殻付きのまま2時間ほど紹興酒の樽で酔わせて、それを抜いたものをですね、外粉も軽く紹興酒を用意しております。で、ちょっとあの器の数を間違えて乗らなかったホタテの紹興酒漬けをフリットしたやつを今から作って後で渡します。下の3文字は、サメコラーゲンと書いてます。ウワザメのコラーゲンですね。サメの尾びれのところですね。あの姿になるあの深入れのところです。ここが結構細くなっているの。骨の周りについているコラーゲンですね。こう入れて。関東式のローストですね。一番手前が周葉、焼肉と書いて周葉と呼ばれる、豚バラのローストです。皮付きの豚バラ肉を、2日間ほど乾燥させてから、そちらの釜ですね。で、強火で一気に焼き上げます。そうするとあの皮がバシバシバシと弾いて、そういう感じになります。で、上が焦げるんですが、その焦げた部分をこすって、苦味を落としています。で、中はしっとり、外はカリッとしたものです。で、真ん中がですね、地鶏の手羽ですね、骨を抜いてます。で、骨の抜いたところに、レモングラスですね、今回は。のと、腐乳という発酵調味料を合わせて、それをこう塗り込んで、なので、この部分はこれ残ってるんですが、こちらの部分持って弾いてください。で、お醤油はまた交換します。で、奥が乾燥式のチャーシューですね。肩ロースを、チンホーチャンという乾燥種のお味噌と、こちらも赤い腐乳ですね。紅麹発酵させた糖の調味料です。に漬け込んで、吊るし焼きにしたものですね。どうぞ召し上がり。